成功縦目クロノグラフ6138-8020バンダ文字版。今回ご紹介するのは成功の自動巻き時計クロノグラフ6138-8020です。シングルクロノに12時間積算系と手巻き機能が備わったピラーホイール垂直クラッチ方式を採用した CAL6138B を搭載した海外向けに作られたコレクション。本品はカレンダーの曜日の表記がローマン数字と英語表記の切り替え式となったモデルです。文字盤は人気のバンダダイヤル。インダイヤルは6時1に30分積算系、12時1に12時間積算系の縦目にカウンター、3時1にはデイレートが配された実用性に優れた風防デザインです。 SS ケースは全面ポリッシュ仕上げのラウンド型。裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。雰囲気の良い引き通しベルトを装着しています。スポーツウォッチでありながらも幅広いシーンでご使用いただける成功の一品です。成功は創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデイレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。秒針はありません。クロノの操作は右上のプッシャーがスタートストップ、下がリセットです。サイズ、ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 40mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 46mm、 厚さ風防含む約 14.5mm です。成功角クロウマ2つ目クロノグラフ1970年代自動巻き。成功2つ目クロノグラフ6138-0040です。1970年代に発売された成功の中でもワンランク上のクロノグラフ。クォーツとともに次世代へ向けて機械式時計の拡充を図るため成功から海外向けに作られたモデルです。ケース上部、クロノのプッシャーの配置が角のように見えることから通称角と呼ばれています。本品はその中でもクロウマの名称で親しまれているモデルです。文字盤はマットなブラックカラー、ホワイトのバーインデックスと夜光付きペンシルハンドの組み合わせ。3時1に30分積算系、9時1に12時間積算系、6時1に縦に並んだデイレートが配され、黄色いクロノグラフ針がアクセントになる魅力的な風防です。 SS ケースはタキメーターが備わった重厚感あふれるデカーズフォルム。裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。エクステンションする車外のブレスを装着した日常使用に最適な国産のアンティーククロノグラフです。成功、1881年の創業以来、国産初の腕時計や世界初のクォーツ式腕時計を製品化し、常に時代の一歩先を行く時計メーカーとして日本が世界に誇る国産時計ブランド成功。人々の大切な時に彩りを添えるお手伝いをすることや、社会に信頼される会社であることという基本理念をもとに、安心と満足を提供するメーカーとして世界中の人々に愛されています。操作方法、トップ中央にあるのがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自
自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、自動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すと、ネイと両尾がチェンジします。2段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。クロノは、左のプッシャーがスタートストップ、右がリセットです。サイズ、ラグ幅は 20mm、ケース径は約 43mm、縦、ラグからラグまで約 45mm、厚さ約 14mm、腕回り 18cm 前後です。セイコー5スポーツスピードタイマー、1973年製6139の8040。今回ご紹介するのはセイコーの自動巻き時計5スポーツスピードタイマー6139-8040。国産時計初の自動巻きクロノグラフキャリバー6139を搭載したシングルクロノの愛称で親しまれている時計史に残る名品です。文字盤は放射仕上げのブルーカラー、バーインデックスとバーハンドの組み合わせ、インダイヤルは6時1に30分積算系のみの一つ目デザイン、3時1にはデイデイと表示、イエローのクロノ針が全体のアクセントとなる存在感のある風貌です。ケースは SS 素材、裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。専用ブレスを装着しています。5の5大機能、耐震装置、自動巻き、日付、曜日表示、生活防水が備わった実用機、人気を博したスタイリッシュな国産のアンティーククロノです。セイコーは創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける、日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法、ケース右サイド3時1にあるつまみがリューズです。手巻き機能はありません。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で十分に振り、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。秒針はありません。デイトは、リューズを押し込むたびに切り替わります。曜日はさらに押し込むとチェンジします。クロノは、右上のプッシャーでスタートストップ、右下のプッシャーでリセットします。リセットはかなり重めです。サイズ、ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 39mm、 リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 43mm、 厚さ約 13mm、 風貌を含む腕曲がり最大 18cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。